俳優の安田顕、47、が21日、都内で行われた主演映画私は引退、なんと戦っているのか、リトシオ監督、12月17日公開、のプレミアイベントに出席した。つぶやきしろう原作の同名小説が原作。マイホームパパを演じた安田は理想の夫婦というか、いつも引っ張ってくれてと夫婦役を演じた小池栄子、41、を絶賛。前日の20日に誕生日を迎えた小池にサプライズで花束を贈呈。小池は家族に祝ってもらえるのは嬉しい。本当に大好きな作品になったのでと大喜び。花束を手にした小池は監督、続編なんていかがでしょうかとお願い。李監督はまだ原作者のつぶやきさんが見ていないらしくて、前代未聞ですよ。続編どころか再撮の可能性もありますよと頭を抱えていた。